回路はデバイスに依存しないベクトルベースの描画 API を提供するフリーの 2D グラフィックスライブラリーである。アンチエイリアスがかかった綺麗な表示が特徴である。直線、区形、円弧のほか、ベジ曲線や文字の描画も可能である。半透明描画、マスクやグラデーション機能がある。ソフトウェアによるテセレーションが基本だが可能な場合には、 ハードウェアアクセラレーションを利用するよう設計されている。キースパッカード、カール・ワースラによって、x ウィンドウシステムに利用するために開発が始められた。当初は、XR、XR、XC と呼ばれていたが、後に、回路へと変更された。クロスプラットフォームで、X に依存しないライブラリーである点を強調することを意図したものである。出力バックエンドとして、 X-Window System, ody, otes,、er, Script, PDF, g o d y Quotes, Image Buffer, PostScript, PDF, SVG をサポートしている。実験的に o p a n g l Opangle s 2 0 o p a n g b g v i s OS, 2, d a r d u f をサポートしている。C 言語が基本 API だが、Ada, C, Common Lisp, Factor, Haskell, Java, Lua, Mono, Net, p e r l php, python, ruby, scheme, small talk などのバインディングが存在する。例テスト、カイロニュース。www.cairographics.org.2020 年12月24日閲覧。ランゲージバインディングス。ありがとうございます。